皆さんこんばんは。高校生ママ、ドイチャンネルのドイチです。今は12月31日の6時半になります。で、なぜ今から動画を撮るかというと、年末に動画を撮るって話をしてたんですけど、まあちょっと31日といえば蕎麦を食べるじゃないですか。なので、まあ、せっかくだから蕎麦を打ってみようということで、まあちょっと時間は遅いんですけど、まあ、編集もちょっと簡単なものにはなってしまうんですけど、作っていこうと思います。で、せっかくだから米粉で作りたいと思ったんですけど、また失敗したくもないので、正当な入れ方で米粉そばっていけるかな。ね、なんかいけそうだけどね。今回ゴム手袋を使ってるんですけど、ちょっとネイルしてるので、で、一応はめてから手を洗いました。で、こんな感じのちょっと平たい器に、そば粉、今回は 300g と、薄力粉が 200g ですね。使っていきます。ちょっとダマなってるので、潰します。どうで調べるしかないもんね。で、つなぎ粉を入れながら。あ、待って、読んだらダメだ。はい。薄力粉も入れて。400じゃダメってこと？これで500。そうだね。だから500じゃダメってこと、うん、で、これがつなぎだから。なんかつなぎも入れながらって。つなぎは何なのそれ。つなぎこれ、そうだ、ボールなかったの。え、なんか平たいやつでやってるから、ボールだったら、ちょっと急すぎるかな。なるほど。水を少しずつ入れます。うん、爆発したもんね、これ。ちょっとずつ入れて混ぜていきます。でもうどん作った時めっちゃ美味しかったよね。美味しかった、美味しかったね。うん、太かったけどね。あ、水は200から250です。まあ調整してしながらでしょうね。あんまやらさないすぎたらなんか耳たぶより硬いぐらいだった。うん、すぐにまとめてしまわないで、おから状になるように水回しをしますって。うん、だから人塊にならないでしょ、その。なってないね。だったらダメだよ、それ。それじゃ全然足りてないと。はい、じゃあ練っていきます。そう。右端、もっと。もっと細かく練っていかないと、そのちょっとずつじゃなくて。もちろん水入れると硬いんやったら。手早にやらないといけないから、ドンドンって。きついな、力がいるね、力が。親指で入れる。で、反対に入れる。そう。それもう買った。この手袋が伸びる。まあね、それが効くねりって言うて、いろんなここ赤毛、いろんな方向から入れないと。赤毛がひどい。手前、奥か、こっちからも入れて。回しながら。そう。中の空気を押し出しながら、骨鉢のヘリに沿って、玉を回転させ、円難とか切れに整えます。まあ、玉ねぎみたいな形で。そう。角っこ使いながら。丸く転がしながら。そう。角っこ使って丸く転がしながら。そう。難しいね。多分。で、空気を押し出しながら、玉ねぎみたいな形にしていく。とんがった方を下にして、ぐーっと押して、平べったく、ぐーっと押す。真ん中押す。よし、 OK、 いいよ。はい、 OK。 でそのままそれをここに打ち粉を振る。打ち粉これ足りるの、これ。打ち粉どうだろう。はい。そのぐらいかな。全体広げて。いや、そんなもんじゃない。あ、そう。もっと広く。手前の方から。手前の方。そう。OK。いや、粉つけすぎな気がするな。もうすぎか。残して。うん。まあいいかも、そのままでいいと思う。もうちょっと丸く50センチから70センチにします、だって。手で広げていく。そう。なるべく丸く、どんどん広げていく。
どんどん広げて、どんどん広げて。そう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 。地の師って言うんだって、これ地の師。うん。転がして。転がして、もっともっと、もっと薄く。そう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 。60センチを目安に選ばそうか。うん。どう作るか。横は、ちょっと見せて。横は45センチ。こっちは、あ、ちょっと待って。こっちは、まあ58ぐらい。この縦の長さぐらいまでは最低でも伸ばさないといけない。横。はい、横やろ、横やろ、先に。うん。そうそうそう。ちょっと短いとこできそうだね。綺麗丸じゃないか。まあまあいいんじゃない。うん。角出しだけど、もうある程度でしょうがない。この辺で出すしかないよね、もうね。うん。そこで出すしかないよね。OK。これ机じゃない、机だから、優しく切ってね。うん、そうそう。そば用の包丁は、ね、引かないで。欲しいけど。そうです。OK、OK。ほっ。そうだね。うん。引かないかな。余ったのはちょっと、これで、うん、余ったのも別にうどんできる、そばできるけどね。よし、OK。角をなるべく四角になるように、のしていきます。半分に畳んで、はい、で上打ち越しないと重なり部分だから、そうそう、でまた半分に、あ、まあ、その角を押しちゃダメだよ、切れるから、そこもうそーっとね、はい、いいよ、もう一回半分に、よし、 OK、 お、 OK、 端っこから切っていこう、うん、木、当て木もないからもう適当に細く細くトンって、端っこだから、端っこだからしょうがない、それはいいよ、あとは綺麗に頼むね、太さ合わせていこう、ほぐしてます。これで全部切り終わりました。ちょっと一旦茹でてみようと思うんですけど、すっごく大量の打ち粉をした方が良かったかもしれません。このまま茹でて、このままの形で茹で上がっちゃうかもしれないので、もしかしたらこの茹でる時にこうほぐしてうまくいくかもしれないんですけど、ちょっと一回やってみます。かなりかけ混ぜないと厳しそう。全部入れていいよ。いいんじゃない、それはもう開かないと思うけど ね、打ち粉が足りなかったんだと思う、はい、バシャバシャバシャって、うんうん、ガシャ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 ってやるしかない。頼む、だけ開かないと極太のそばになってしまう。そう、そばもどきに、ただで最後極太なのに。どう、開きそう、うん、開きそう、うん、開いてないよね。ダメだこれ、開かないよね。やばい、一つの塊になってる。完成しました。パチパチじゃないけどね、うん、失敗しました、うん、もうめっちゃ極太の、極太だね、そばになりました。巻きのうどんみたいになってる。うーん、巻きのそば。まあまあ食べてみて、うん、味はだしと醤油と塩、そう簡単なもので味付けして、うん、太いな、やばいやばい、これ うどんなんてレベルじゃない。いや、うどんだね、うどんだ、太いうどんだな。食べてみて。いただきます。どう、うん、あ、うん、そばの味、あ、そばの味、うん、だけど、硬っ。太い、硬めだからね、ちょっと茹で時間も5分ぐらいだし、今どうでも、味は悪くない。うん、太いなぁ、太いなぁ、うん。まあ、ね、すすれない、まあまあいいんじゃない。そば屋のように、いや、新しい言葉作るよ。来年はそばのように太く生きようって。うん。ずぶとく生きよう。ね、はい、じゃあ。うん。今年1年、
今年も1年間ありがとうございました。来年も頑張るので応援よろしくお願いします。